トランスアラル鉄道は、ひねりとタシュケントを結ぶ鉄道、タシュケント鉄道とも呼ばれる。周辺地域をロシア帝国が治めていた1906年に完成し、20世紀初頭の段階では、中央アジアとヨーロッパロシアを結ぶ唯一の鉄道であった。期間は、ロシア式の後期で1520ミ、mm、リメートル。トランスアラル鉄道の車窓風景。沿線の大半が、 カザフスタンのステップ地帯である。ヨーロッパ・ロシアと中央アジアを結ぶ鉄道の構想は1874年に持ち上がったが、建設が始まったのは1900年秋からである。工事は双方から同時に開始された。開通は1906年1月、カスピカ横断鉄道ともつながった。ロシア革命後のロシア内戦時には、オレンブルク・コサック軍頭のエイーゥ不将軍に、 引き入られた白軍箱サックが沿線を支配した。内戦で産業活動が停止し、また交通も途絶えたことから、トルキスタン総督府管区は深刻な危機に陥った。トランスアラル鉄道が機能しなくなったことから、タシュケントのソビエトは、モスクワとの連絡が途絶え、ボリシェビキが奪還すると報復的な虐殺が発生した。沿線はアラル、クズロルダ。 トゥルキスタンなどカザフスタンの都市を経て、タシュケントに至る。タシュケント北方のアルスで、アルマトイア、東カザフスタン、南シベリアに向かうトゥルキスタンシベリア鉄道と、接続している。サマーラ・キネリオレンブルク・イレツク・ジャイサン、アクトベ・カンディア・ガシュ・ジェム・シャルカル・サクサウルスカヤ、アラル・カザリンスク・バイコ・ヌール・ジョサリ・クズ・ロールダ、チーリ・ジャナ・コルガン・トゥルキスタン・ティムール・アルス、サリアガシケ・レス・タシュケント、 ありがとうございます。